仙台パルコは、宮城県仙台市青葉区に所在する、株式会社パルコが運営する、商業施設。仙台マーク1低層部の地下1階から地上9階部分に入居する。仙台、宮城デスティネーションキャンペーン前の2008年8月23日に開業。基本商圏を仙台市全域としながらも、仙台経済圏を超えて、東北地方全体を広域商圏と捉え、入居する約150店で年間売上高140億円を見込んでいる。出店に伴う投資額は130億円。当初の再開発計画においてパルコは賃貸での入居予定であったが、一転して店舗部分を取得した。開業にあたり、クリエイティブディレクターの柳井道彦を起用して様々なプロモーションを行った。また、宮城県塩釜市出身の写真家である平間至と仙台市出身在住の DJ、プロデューサーであるフリー店舗を特別審査員に迎えて、デート FM プレゼンツパルコミュージックオーディションを開催した。その他、ゼップ仙台や仙台サンプラザでの企画ライブや、パルコ劇場仙台公演、仙台、青葉祭りへの参加なども行っている。2014年3月、仙台駅西口の中央南地区内、EBeanS北隣の敷地約3600平方メートルについて、土地所有者である日本通運と土地の賃貸借契約を締結。新たな商業施設を出店することを発表した。2016年7月に開業。1階と9階の天井は高くなっている。同じフロアに男性と女性と子供などの顧客ターゲットの異なる商品を陳列し、カップルやファミリーの組み合わせでも買い物が飽きないように工夫されている。なおパルコに限らず、ファッションビルにおいては、テナントの出退店が恒常的であるため、最新のテナント構成については、仙台パルコ公式サイトを参照。主なテナント既存の本館から南西に、約300メートル離れた場所に立地している。規模は、本館とほぼ同じ地上10階、地下2階建て、延べ床面積、約24000平方メートルである。既存店に隣接しない場所での新店開業は、パルコとしては、初となる。仙台駅前の回遊性を高める施設を目指し、6から9階には、東宝シネマズが入居。9スクリーン、約1700席。商業施設面積は、約9900平方メートル。これに、シネマコンプレックスとして利用される約4800平方メートルが加わる。仙台朝市に隣接していることから、パルコとしては初めて1階部に飲食店フロアを配置。衣料品店舗の割合も3割程度に抑えている。市民の間で、パール CO2 との呼び方が馴染んでいたことから、正式名称としてそのまま採用されている。ありがとうございます。